この辺りだな。早速始めるぞ。しばらく浄化していなかったからたくさん発生してるはず。キリア君、お願い。遅かったな、キリア。トライハルト、なぜあなたが。落ち着け、戦いに来たわけではない。どういうことだ。この辺りに溜まっていたカオスゲートは俺たちがほとんど始末した。そんな、何が目的だ。何を言っている。カオスゲートの浄化は真剣士の重要な役目。これは俺たちの役目だ。ならば残りの掃除はお前たちに任せるとするか。なんだと。わからんのか。お前が俺に協力すればもっと効率よく世界の崩壊を防げるのだ。だったら国同士が手を結べばいいじゃないか。その方法はすでに失敗している。種族間の溝はたやすく埋められるものではないのだ。お前たちが抵抗すればするほど世界の傷は大きくなっていくだけだということを理解してもらいたいな。セイランの国も早く我々に従うべきだ。だったら闇の妖魔を従えているのはなぜだ。すでに生まれて存在するものを野放しにはできまい。闇であろうが何だろうが俺が管理する。それだけだ。無駄です陛下。この者たちは我々の障害となるだけ。今ここで始末しましょう。なんだ、地面が。すでにここまで大地が蝕まれていたか。ここは地割れが起きて。そうか、俺は。大丈夫か、ゼクティ。貴様、武器が。陛下は、ここは。地割れに落ちたんだ。ここには俺たちだけだよ。外に出られないのか。閉じ込められたみたいだ。真剣がなくちゃこんな分厚い岩盤をどうすることもできない。ここでは精霊の力も途絶えている。休戦ということにしないか。二人でここから脱出する方法を考えよう。君もトライハルトのところに戻らなきゃならないだろう。いいだろう。キリアと言ったな。ああ。お前は陛下の友人だと聞いている。どうして陛下に協力しないのだ。闇の妖魔の力を借りるようなやつとは手を組めない。お前の認識は甘い。え？もともとエルフの国だった北の大地はすでに汚染が広がって死の世界も同然だ。君たちの国はそんなことに。エルフ族はすでに闇のエネルギーに汚染されている。私の頭についているのはダークマターと呼ばれる闇の力を吸収する金属だ。これがなければ魂まで闇に汚染されてしまう。北の大地では正気を保っていることすら難しいのだ。そうなのか。汚染は確実に広がっている。陛下は北の大地に住む者だけでなくこの世界全てを救おうとしているのだ。余計なことを喋ってしまったな。
や、話してくれてよかった。わかるだろう。陛下だけがこの世界の希望なのだ。それは違う。俺は君に霊樹の種を、世界を救う希望をもらったんだ。私が希望？お前は陛下と同じようなことを言うな。でもそんなもの、ここから出られなければ何の意味もない。諦めちゃダメだ。そうだ、思い出すんだゼクティ。君が俺に希望の種をくれた時のことを。な、何を？お前が私から真剣を抜ける。まさかこんなこと。待て、風の匂いがする。あ、俺にもわかる。風が呼んでいる。こっちだ。この岩の向こうが外に繋がってるみたいだな。俺たちの力を合わせれば出られそうだ。行くぞ。わかった。俺は諦めない。希望は一つだけじゃないから。世界を救う方法だって一つだけじゃないはずだ。それだけは覚えておいてほしい。お前と陛下はどこか似ているな。そうかな。他人におせっかいなところがだ。そうかもな。ん？あいつらの声がしないか。どうやら無事だったみたいだ。陛下も無事のようだ。よかったな。なんか複雑な気分だけど。約束してほしい。お前が真剣を抜いたことは誰にも言うな。ああ、俺と君だけの秘密だ。そして次に会う時は敵同士だ。忘れるな。ゼクティ。よかった、キリア君、無事で。クレアの方こそ、トライハルトと一緒だったのか？ええ。彼とは、これからどうするの？どうすればいいと思う？キリア君の心は、とっくに決まってるんでしょ。ああ、俺は戦う。キリア君ならそう言うと思ってた。あいつに分からせる方法はそれしかない。そうね、信念を簡単に曲げる人じゃないから。